地球の歴史そのの後エディアから地球の歴史最初の40億年はめぼしい化石が見つかりませんこのため最初の40億年は一括してセンカンブレ時代と呼ばれますところが研究を進むとセンカンブレ時代からも化石が見つかり始めたんですね見つかるのはセンカンブレ時代最後の1億年 そこでこういう化石が見つかる時代を区別するようになりました。それがエディアカラキです。年代は6億3 5五百万年前から5億4100万年前まで。まあだいたい1億年ですね。この手の化石が最初に見つかったのはオーストラリア。南部にあるエディアカラキウリです。 だからエディアから家の名前がついたんですね。それにしてもこれっておかしな赤透ですよね。右側の小判みたいなものは代表種であるティッキンソニア。復元するとこんな感じになるんですけど、これは一体何でしょう誤解の仲間じゃないか、そう考えた人もいます。 例えばこちら、ヒレアジ5回。確かによく似ていますね。どちらも小判みたいな体で、そして体に節がある。でもね、拡大してみると、ディッキンソニア体の節がずれているんです。こんな感じに。体の左右がずれている。 こんな動物は今の地球にありません。そしてディッキンソニは体がペラペラです。厚みが3ミリぐらいしかないんですね。これは心臓も血管もエラもそういうものは持っていないことを示しているんです。なぜそれがわかるのか。こちらは現在の海にいるヒラムシ。 ヒラムシには酸素を運ぶ血管も心臓もありません。酸素を取り込むエラも持っていないんですね。皮膚から染み込む酸素に頼るのみなんです。ですから体を太くできません。体を太くすると酸素が奥まで届かないんですね。つまり窒息しちゃうんです。だからヒラムシはペラペラです。 こちらはミミズ。ミミズは血管を持っています。ですから酸素を体の奥まで運べます。でも酸素を取り込むエラや肺を持っていないんですね。結局、皮膚から染み込む酸素に頼っているんです。血管で酸素を運べるけど、取り込む酸素が追いつかないんですね。だからミミズは体を太くできません。 一センチぐらいの太さの限界です。カブトムシならもっと太くなれますね。カブトムシは気管を持っていてそこで酸素を取り込んで、心臓と血液で体の隅々まで酸素を運べます。だからカブトムシはヒラムシよりも耳ずるりも太く大きくなれるんですね。 さて、ディッキンソニアは体がペラペラです。つまり、エラも肺もないし、心臓も血管も持っていないってことなんですね。まるでヒラムシですよね。でもディッキンソニアはヒラムシではありません。ヒラムシには体の不死がないですし、それにディッキンソニアの体は左右がずれている。 こんな動物は今の地球に存在しません。ディッキンソニアって巨大な単細胞生物ではないのかそう考えた人もいます。これはどういつも在来派博士のアイディア。私たち人間はたくさんの小さな細胞からできています。人間は小さな細胞を集めることで巨大化を達成したんですね。でもね、 たった一つの細胞を大きくすることで巨大化を達成した生物もいるんですね。例えば海ぶどうがそうです。あるいは巨大有効中ゼノフィオボレス。海ぶどうもゼノフィオボレスも20センチにもなります。体を細長くしたり、あるいは平らな体を波打たせたり。酸素を取り込めるように形を工夫すれば単細胞のまま巨大化できるんですね。 心臓や血管エラーを発明する必要はありません。ディッキンソニアも巨大単細胞生物ではないのか形をペラペラにすることで巨大化を実現したのではないのかこれがザイラッハー博士のアイデアです。一方、ディッキンソニアは原始的な動物だと考えた人もいます。 これはロシアのフェドーキン博士のアイデア。ディッキンソニアのカスキには、左のよに二重になったものがあるんですね。フェドーキン博士は、はっきりした内側の背中の殻。ぼんやりした外側は柔らかい体だと考えました。なかなか魅力的なアイデアですね。復元するとこんな感じ。何か貝みたいですね。 体が左右非対称なのも、原始的で体づくりが不完全だから。こういうアイデアです。でもね、全然違う解釈もできるんですね。巨大単細胞性物質、これを唱えるザイラッカー博士は、こう考えました。ディッキンソニアが生きていた時はこうで、 それが死んでしまうと、体が縮まってしまう。こうして二重の貸すができる。こういう解釈です。それに、ディッキンソニアの貸すには縁がめくれたものがあるんです。背中にくっついた体とすると、これは少しおかしいですよね。 やはりディッキンソニアはこういう姿だと考えるのが妥当です。ではディッキンソニアは巨大単細胞生物で決まりなのか動物説を裏付ける証拠もあるんですね。例えばディッキンソニアの活気を調べたらコレスロールが見つかりました。その成分は動物よく似ていたんです。 さらにディッキンソニアが動いた後も見つかっています。するとやはり動物なのかところがそうは言えないんですね。単細胞生物にも動物よく似た成分のコエツロールを持つものがいるんです。それに動いた後とはこういう化石でした。スタンプをしたみたいになっていますね。これ本当に動物の動きなんでしょうか 当時はバクテラが大繁殖して海底をマットのように覆っていました。ディッキンソニアはどうもそれを食べていたらしいんですね。一箇所でゆっくり食べて、食べ終わったら移動する。食べるとバクテラのマットに食い跡が残る。体全体で食べたような姿形そのままの食い跡です。そしてまた移動する。 これを繰り返す。こんな風にね。そしてこれが長い年月を経つとカスケになっていく。こんな動きや食い方をする動物、今の地球ではちょっと思いつきません。そもそも動くからといって動物は限らないんですね。巨大単細胞生物の中には動き回るものもいるんです。 周囲のバクテリアを食べて食い跡を残す巨大単細胞生物もいるんですね。ディッキンソニアは巨大単細胞生物なのか、それとも動物なのか。それは今でも謎のままなんです。